第21話追い詰めるメシノ。ここは京都のど真ん中、東の東院通り錦工事を上がった元武田の路地を入って石畳の道を進むと、椿の花がひっそりと咲き、風情のある着物屋さんが一軒、その2階にひっそりと事務所を構えているのが高峰探偵事務所。看板はない、見たこともない、そう、知る人ぞ知る探偵事務所なのだ。飯野に見つかってしまった加賀と駒田、絶体絶命のピンチが2人を襲う。さあ今日は一体何が起こるのでしょう。それでは今週も覗いてみましょう。メシノは右手にミリタリーナイフを持っていた。加賀はいち早くそれに気がつき、自分が前に出た。あら、いち早く僕のナイフに気がついて右側に出たね。そして今逃走経路として水瀬の滝から市街へ抜ける道も右側。僕と君の距離は10メートルほど。君が僕を食い止めて女を逃す手はず。君が僕を食い止めるのに必要な時間は最低でも5分。無理ね。せいぜい3分。1分持たないわよ。駒田、逃げろ。降りたところに蒸留所がある。そこで落ち合おう。あ、はい。所長の佐治さんという人がいる。わかりました。その瞬間、駒田は一目散に逃げ出した。それを見たメシノの血管がピクピクと蛇のように動き出した。その時であった。駒田が急に足を止め、加賀の方を振り向いてみたのだ。加賀さん、死なないでください。絶対に生きて、こっちに来てくださいね。この事件が解決したら、漏れなく私がついてきますから、だからそんなやつ、ぶっ飛ばしちゃってください。ああ、その予定だ。行きます。ああいうの一番虫図が走るタイプなの、僕。青臭いじゃない？俺はお前みたいな米軍に潜り込んでまで悪さする奴の方が虫図が走るけどな。ん？なんでそれを？オンタリオンナイフの GEN2SP52。 あら、詳しいのね。軍用ナイフとしては正規採用メーカーのオンタリオンナイフ社。ナイフ生産量と納品量があまりにも多いため機密事項。しかしこのナイフは全長38センチが一般のところ、僕のは特注品の49センチ。なんでかわかる？僕はね、美しいのが好きだから。最後まで刺すと汚れるじゃない？ナイフが。全部刺す前にえぐり取るの。芸術的にね。おい、いいのか？そんなこと話してる間にもう30秒経ってるぞ、このゲス野郎。あー残念、もっと賢いと思ってたわ、探偵さん。行くぞーら。メシノが走り出した。想像以上に身のこなしが早いメシノ。しかしそれ以上に早かったのは加賀だった。なんと加賀は後ろを向いて走り出したのだ。あら、どうしたの探偵さん。さっきまでの威勢の良さはどこ行ったの？それとも何か企んでるの？加賀が近くの電柱に隠れた。追い詰めるメシノ。傭兵部隊さながらのナイフさばきで加賀を追い詰める。メシノは構うことなく切りつける。電柱や周りの公共物を傷つけながらも、じわじわと追い詰めていた。反転した加賀はまた元の場所を目指して登り出した。その時、2分が過ぎようとしていた。うわっ！飯野のナイフが加賀の腕に刺さった。真っ赤な雫が
加賀の左腕から流れてきた。メシノの言う通り、最後までナイフを刺さずに手前まで刺さったナイフをすかさず抜いた。いいじゃない、いい声じゃない。その声を聞きたかったのよ、もだえ苦しむ声を。あなたの腕はいい楽器ね。そうね、バイオリンに例えるとストラディバリウスね。欲しいその腕。実は僕ね、切り取った腕を集めるのが趣味なの。そうかいそうかい、そんな高値を俺の腕につけてくれるのか、このサイコパス野郎。悪いな、俺の腕はもう先約がいてな。この腕はな、いきなり兄を消されて自分も命を狙われて、もがき苦しんでる奴を守るための腕なんだよ。前みたいな腐ったビーンズみたいな男にやるわけにはいかないんだよ。あんた絶対に許さないわよ。あら、ただいまの時間2分30秒。残念、3分もたなかったわね。錦工事を上がった元武田の路地を入って石畳の道を進むと、椿の花がひっそりと咲き、風情のある着物屋さんが一軒、その2階にひっそりと事務所を構えているのが高峰探偵事務所。看板はない、見たこともない。そう、知る人ぞ知る探偵事務所なのだ。激しい攻防の末、メシノに腕を刺され、もはや虫の息の加賀。メシノのナイフが加賀をさらに追い詰める。さあ、今日は一体何が起こるのでしょう。それでは今週も覗いてみましょう。言ったろ、腕は渡さないって。その瞬間だった。メシノも驚く予想だにできないことが起こった。なんと加賀が後ろ向きからそのまま水瀬の滝へ真っ逆さまに落ちていったのだ。そしてその瞬間、加賀はメシノと目を合わせたまま一瞬にやついたのだ。な、何よこれ、どういうこと。なんとメシノは加賀を追うように飛び込んだのだ。あれいない、どこ行ったの。この戦いで初めてメシノは冷や汗をかいた。それもそのはずだ、いるはずの加賀がいないのだ。びしょ濡れになったメシノは冷静になることに努め、あたりを見渡した。その時だった。よう、元気？なんでそこに？滝から上がった加賀がメシノを見下ろしていた。そうだよな、普通は一緒に飛び込まずに山道を降りてくるよな。でもお前は一緒になって後から飛び込んだ。その答えは俺に逃げられると思ったからだ。山道を下っていったら間に合わないかもしれない、そんな不安がよぎったんだお前は。それはなぜか。正解はお前は人の裏をかく癖があるからだ。京都市内での待合レストランでもそうだった。お前は仲間の報告を無視して全て逆張りをした。
普通は道を下るが逆張りのお前ならきっと飛び込む。観察眼が優れているせいか、ダミーで用意された鶏肉の存在にいち早く気づいたお前は、町屋レストランの撤収を決めた。そして今だ。お前は俺が滝から落ちる瞬間のニヤついた顔を見逃さなかった。なるほどね。ニヤついた顔を見た僕はお前が逃げると思い込んでしまった。それに加え、道を下ったら間に合わないと思って飛び込んだってことね。傑作。そこまでは褒めてあげるわ。でもだから何？今から僕がすぐに切り刻んであげる。これ見て。ん？カガの手には電柱から垂れ下がっている電線があった。その電線は何本にも結んで、距離を伸ばしてあった。え？何それ？ああ、これ？これはお前がさっき乱暴に振り回した時に切った電線と、俺があらかじめチェックしていた電線を結んだもの。ちょっと、やめてよ。やめてちょうだい。あんた、まさか。うん。滝に放り込むよ。50アンペア以上だと人は感電死する恐れがあるから。でもこれは、何アンペアだと思う？正解は、300アンペア。油断したじゃない。悔しい。こんな雑魚に運が悪すぎるわ。なんて日を。おい、運が悪いんじゃない。最初から勝負は決まっていた。それはなぜか。俺は事前にお前の特性を見抜いていた。町やレストランでな。もっと言うと情報を手にしていた。つまりお前は情報を手にしていなかったということだ。世の中すべての勝ち負けは情報の差だ。くそ。ねえ、僕と組まない？きっと最強よ。その時、加賀は時計を見ていた。ああ、そうね。少し時間ちょうだい。考えてみようかな。あら、いいじゃない。ねえ、金庫案の秘密も喋るしさ。ね、僕ね、前々からあの腹黒いあいつのこと嫌いなの。あ、すまん。5分過ぎてたわ。え？俺の勝ち。加賀さん、第23話、睡蓮の花のように。ここは京都のど真ん中、東の東院通り錦工場を上がった元武田の路地を入って、石畳の道を進むと椿の花がひっそりと咲き、風情のある着物屋さんが一軒。その2階にひっそりと事務所を構えているのが高峰探偵事務所。看板はない。見たこともない。そう、知る人ぞ知る探偵事務所なのだ。間一髪でなんとか飯野を撃退したかが、ただその代償も大きかった。一方、蒸留所を目指す駒田。さあ、今日は一体何が起こるのでしょう。それでは今週も覗いてみましょう。水瀬の滝には感電した飯野友司がぷかぷかと浮いていた。それをじっと見つめる高峰加賀。刺された右腕が痛むのか、応急処置をし始めていた。一方、その頃、駒田は蒸留所を目指して走っていた。
駒田の目線に入ったのは大きな蒸留所だった。その蒸留所は何とも言えない歴史と伝統を感じさせるオーラのようなものをまとっていた。すごい。あ、サチさんに会わなくちゃ。駒田が蒸留所の入り口付近に来ると作業服を着た老人がいた。外の温度を測り風をチェックして百葉箱の中もチェックしていた。あの、蒸留所の方ですか？はい。あ、まあ、あの、私サジさんという方とお会いする約束になってまして。ああ、はいはい、聞いておりますよ。あなたは？私は駒田と言います。あ、駒田さんね。あ、ではサジさんのところまでお連れしましょうかね。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。そう言うと老人は優しくニコニコしながら百葉箱の中をチェックしだした。お酒の管理をする際に温度や気温は大切でしてな。このような地道な作業が美味しいお酒を作るんですよ。そうなんですね。それであなたはサジとはどんな関係で？あ、私はその共通の知人がいまして。駒田はあまり多くを語らない方が良いと思い言葉を濁した。まあそうですわな。まあ見ず知らずの老いぼれにそこまで言う必要はないですからの。いや、あの、そういうわけじゃ。ちょっと話を変えなきゃ。あ、おじいさん、お酒はどんなお酒を作られてるんですか？おお、聞いてくれるのかい。嬉しいね。じゃ、入り口まで歩きながら話そうかの。そう言うと老人は蒸留所の裏口の方に向かって歩き出した。ここはね、良質な水と自然環境にこだわって創業者の牛井新次郎が作ったんじゃがね。当時は国産ウイスキーの生産は難しいゆえに反対されておった。そうなんですね。ああ、とんでもない反対じゃ。住民だけではない、政治家までもが反対する始末じゃ。どうにもならなかったところに現れたのがしじみの方様の祖父母にあたる方でな。しじみのおばあ様の祖父母。おばあちゃんのおばあちゃん。ああ、そうじゃ。牛井新次郎という人は天才的な才能の持ち主でな。このまま潰れてしまうのはもったいないと思った祖父母様が全面的に裏でサポートしたんじゃ。知らなかった。話せば長くなるが、二人は出会うべくして出会った。私からしてみたらお二人とも天才じゃ。運命じゃろ。ちょっと待ってください。なんでそもそもしじみのおばあさんのお話を？それはな、わしがそのさじじゃからじゃよ。ニコッと笑った老人の顔を見た瞬間、駒田には笑顔があふれた。それは喜びと涙と安堵が入り混じった笑顔だった。よかった。死ぬかと思った。本当に。よかった。あの、サジさん、助けてください。加賀さんが今、追手に追われていて、あの、坊主頭で細身の男なんですけど。その時だった。駒田の胸に鋭利な刃物が刺さる音がした。なんで？さすが金光庵様、読み通り。
それ、もう一挙さようなら。なんでごめんなさい。お気持ち。第24話、悪魔が悪魔を食う。ここは京都のど真ん中、東の東院通り西木工事を上がった元武田の路地を入って、石畳の道を進むと、椿の花がひっそりと咲き、風情のある着物屋さんが一軒、その2階にひっそりと事務所を構えているのが高峰探偵事務所。看板はない、見たこともない。そう、知る人ぞ知る探偵事務所なのだ。金庫庵の策略によって駒田が倒れた一方、加賀は蒸留所へ向かわずに何やら水瀬の滝であることをしていた。さあ、今日は一体何が起こるのでしょう。それでは今週も覗いてみましょう。蒸留所の裏口付近で、金庫庵の追っ手によって駒田が倒れた。一方、加賀はまだ水瀬の滝にいた。あれ、ここは？おお、気がついたか？僕、そういえばあんたに感電させられて。そうだ、その通りだ。ん？あ、僕も運があるみたいね。ね、僕と手を組んで金庫庵を潰そうってのね。いいわ、乗ってあげる。ね、その代わり取り分は7対3で僕が7と言いたいところだけど、まあ状況も状況だから6対4でいいわそうね、わかってるわよ。あんたが私を蘇生させた、そこは認めてあげるわ。5対5ね。これでパートナー成立、お互い同等の立場、僕たち二人で時代を変えましょう、ブラザー。そうね、そもそも僕が負けたしね。うん、わかってるわ、わかってるわかってる。うん、ね、あんた腕大丈夫？怪我してるじゃない、どうしたの？あ僕よね、それ。ジーザス真面目な話していい？僕ね、記憶がないのね。信じて、記憶がないのよね。し、わかった、僕が3であなたが7でどう？ブラザーヘイ、ブラザーヘイ、ヘイ、カモン、カモン、ブラ、ブラーズ、か、お師匠様いかがなされたのでしょう。ご気分でも悪いのですか。あ、わかりました。半年間だけ僕が2でお師匠様が8。死ぬまで、10ゼロじゃ。お前が気絶してるうちに体内に小型爆弾を仕込んだ。え？そんな漫画みたいなこと。ほら。ん？なんと、メシノの腹部は縫合された跡がしっかりと残っていた。周りを見ると、使用済みのメスと血のついたタオル、麻酔の注射器があたりに転がっていた。若干ズキズキするだろ。確かに。俺に逆らったらこのリモコンを押してドカンだ。あんた孫悟空じゃないんだから、何してくれてんの。一応説明すると、その小型爆弾は空気に触れると爆発する仕組みのタイプだ。
米軍に入り浸ってたお前ならわかるだろう。つまり余計な真似はするなということだ。ちなみにこのリモコンはなくしてもすぐ作れるし、俺を殺したら俺の配下の者たちが押すことになっている。多分しじみのばあさんも押すんじゃないか。なんで誰か呼んだか。おるな、次はどこの店探しとんじゃ。もうええ加減水炊き席はやめて。なんとここは西鉄院福岡のモーニングブッフェ。つまりお前はこの先金鉱湾を倒すまでは俺の言うことを聞かなきゃいけないわけだ。昔海外の紛争地域に自ら乗り込んで革命軍や民衆と共にクーデターに参加していた日本人が我々の団体にいたって聞いてたけど、まさかあんただったとは。さあ話してもらおうか。お前が感電する前に話していた金鉱湾の秘密を言わなきゃ今度は本当に終わりだ。面白いじゃない。こんな悪い三蔵法師見たことないわ。教えてあげる金鉱湾の秘密を。ただね、あんたがヘマこいたら僕があんたを噛み殺すかもよ。メシノがそっと手を差し出した。それに応えるかのように加賀が握手をした。その時いびつな極めて悪魔の匂いしかしない同盟が成立した。そう、加賀が悪魔と同盟を結んだ瞬間だった。第25話、金鉱湾の秘密。ここは京都のど真ん中、東の東院通り錦工場を上がった元武田の路地を入って、石畳の道を進むと椿の花がひっそりと咲き、風情のある着物屋さんが一軒、その2階にひっそりと事務所を構えているのが高峰探偵事務所。看板はない、見たこともない。そう、知る人ぞ知る探偵事務所なのだ。メシノと契約を結んだ加賀、二人は金鉱湾を倒すために蒸留所を目指すことに。その道中での出来事、さあ今日は一体何が起こるのでしょう。それでは今週も覗いてみましょう。加賀とメシノは蒸留所を目指して歩いていた。あんたそもそもなんで金鉱湾様に逆らうのよ。おとなしく従ってればいいじゃない。従うも何もしじみのばあさんからの頼みじゃ断れんだろ。まったく簡易十二階の連中といい、四指針の長老たちといい、つまらない争いをしてるわね。お前みたいな小悪党に言われたくないな。あら小悪党、こう取ってちょうだい。こう何よ、あんたの大事なとこ握りつぶすわよ。美のカリスマ大悪党に修正なさい。はいはい、その美のカリスマ大悪党さんがなんで金鉱湾の下についてんだ。それはん、言わなきゃ。小型爆弾押す。早いわね、押すの早いわね。おかしいでしょ、こんなことですぐ押すの。ヤッターマンのドロンジョ様じゃないんだから。すまん、ジェネレーションギャップが。何あんた若者ぶっちゃって、大して変わらないでしょ。まあいいわ、あんたならいきなり押しかねないからね。話すわ金鉱湾の秘密を。秘密？
金庫庵は復讐の塊なのよ。復讐と承認欲求が作り出した現代のモンスターなの。どういう意味だ？私は簡易12回に入ろうとしたけど試験に落ちた口だわ。でも最初はみんな国のため、天皇を守るため、家族を守るため、つまり自己犠牲の精神と大きな愛がきっかけで入る。もちろんそれが条件でもあるわ。ああそうだ、俺らはそのために存在している。っていうかお前も試験受けてたんだな。恥ずかしながらね。確かに本当恥ずかしいな、落ちたお前が俺を倒そうとするな。あんた普通そこは流すのよ。ん？流すのか？普通は。そう、流すのよ、恥ずかしいんだから。何がだ？だから何が恥ずかしいんだ？試験に落ちたことよ。そうか、落ちたのか。いいのよ掘り返さなくて、恥ずかしいでしょ、こっちは落ちたんだから。すまない、あのなんで落ちたの？うるさいわね、なんなのあんた。試験に落ちたこと言いたくないってさっきから言ってんでしょ。あの俺受かった。知ってるわよ、だから始末しようとしたんじゃない、最大級の憎しみを込めて。憎しみ込めて。そうよ、憎しみさん、こんにちは、ご機嫌うるわしゅ何これ、ちょっと話全然前に進まないじゃない、大事な場所握りつぶすわよ。悪かった、次お前にひどいこと言ったら小型爆弾のボタン押すよ。押すな、いや押すな、私が悪かったわ。そうか、そうよ、金庫案について話すわ。ああそうだったな、復讐と承認欲求の話だよな。そう、復讐と承認欲求が作り出したモンスター、試験を受ける前からそうだったの。だがおかしいな、簡易12階には4指針がしっかり監視しているし、重鎮たちで構成された大和評議会もある。そんな奴はここで落とされるはずだが、金か何かで買収か。いくら癖のある大和評議会の重鎮たちも金じゃ動かないわ。金ならしじみのばあさんからたんまりもらってるでしょ。確かに過半数は買収してそうだな、あのばあさんなら。答えは一つよ。なんだ？見抜けなかったよ。見抜けなかった？そう、金庫庵は善人面を貫き通したの。そして恐ろしいほどに謙虚だったわ、異常なほど。それをやり通すということは、素顔はいくつもの仮面をかぶっていたのよ。まさかな、みんなを騙し通したということか。ええ、ただ四指針のうち二人は気がついたらしいけど、後の祭りね、もう試験には受かった後だったわ。それで復讐と承認欲求。復讐は何だ？あ、ちょっとその前に一服させて。これだけが私生きる楽しみなの。初めての彼がタバコ吸っててね、ベッドで彼の吸ってたの一本吸ったのがきっかけ。大人に憧れていた少女だったのかも。彼に私は大人にしてもらったわ彼の名はロドリゲス、ゴルゴンベラルーニャロドリゲス。懐かしいわ。メシノはおもむろに紙タバコを取り出し、くるくると巻き出した。紙に唾液を丁寧につけ、慣れた手つきで口にくわえ火をつけた。天を見ながら煙をおいしそうに口から出したのである。吸いながらでいい、聞いてくれ、一つ言い忘れたことがあってな。何？もうちょっと待って。多分大丈夫だと思うけど、タバコもしかしたら爆弾に着火するかも。さよならロドリゲス、サンドバビッチ